警察官が来るまでの時間を稼ぐとか、ま、周りの人を守るというような意識でちょっとものだということで、認識してもらえればと思います。生活保護出してくれよ、なんか出ねって言われたけど生活保護出してくれよ、この責任者なるなよ、はい、責任者出すよ、出せねえのお前ら出せねえの責任者出せねえの焼きそばしますね、焼きそば、おい責任者出せねえのかよ、おいおい責任者出せよ、責任者今まではどういうふうに動いたらいいかわからなかったと思うんですが、実際にそういった事態になったらどのように対応すればよいか身をもって知ることができたと思います。引き続き訓練をして身につくような手段を取っていきたいと思っております。